Good shot. Good shot. Nice.ラウンドさせてもらいました。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。で、クラブセッティングの方をちょっと見せてもらいたいと思うんですけど、今はですね、このドライバー、これ龍馬なんですけど、はい、龍馬、はい、これ譲り受けて 8.5 なんですけど、はい、めちゃくちゃ球が上がって上がりますよね。ロースピンでめっちゃいいんです。サイドスピンも少ないし、結構これ気に入ってます。あとはウッドですか。あとはウッドですね。これはスプーンで、スプーン、これ結構もうあ、そうですね。タイトの917、結構古いやつなんですけど ね、これも結構お気に入りで。シャフトとかこだわりありますか。いや、ないんですけどね、この黒影の。あ、黒影いいっすよね。はい、黒影ってます。あとはこの日によって、このコースによって変わるんですけど、はい、これに26度を取って、逆にこの3番ユーティリティを入れたり、あ、これを取って3番ユーティリティ、あと19度、19度ですね、19度入れたり、はい、これはピンの、そうです、9の400です。これも古いやつ。はいはいはい。これも結構もう使ってますね。はい。いいですか。いいです。いいですか。めちゃくちゃいいです。うん。あとアイアンはミズノの223ですね。ミズノ223。はい。はい。で、シャフトが。シャフトは NS の昔ながらの。あ、本当だ。1050です。結局これ今赤じゃないんですね。まだ、はい、モータスじゃなくて。そうです。これをわざわざ入れました。あ、戻して、はい、はいはい、これはアイアンは5番から、そうですね、5番からピッチングまで、でもそのアイアンなんかピッチングから8番までがあれなんでしたっけ。8番までが普通のキャビティなんですけど、はい、7番からがこれが中空になってますね。あ、そう、蓋かけてるような感じなんですよね、はいはい、やっぱちょっと飛ぶ、飛びます、飛びます、はい、ちなみに7番アイアンで何ヤード。今160ぐらいですね。ああ、はいはい。8番だと、150、まあ10ヤード刻みで、そうですね。そうですね。で、6番になって、まあ10ヤード、10ヤードぐらいで、そうです。それがキャビティのままだちょっと落ちてくる感じですよね。そうですね。で、ウェッジが3本。ウェッジ3本。これももう十何年使ってるんですけど、はい。まあ、58度。これは一番よくアプローチの時に使うんですけど、58度。はい。ライクが8度で、開きやすいし、はい。これも結構気に入ってますね。スピンも結構入るし。それもずっと使ってるけど、まあ溝はもう磨いて、いや、磨いてもいないんですけどね、あんまりゴルフしないんで、全然全然あります、まだ溝も。そうですね、はい、あんまり砂打ってなんか傷ついてる感じもないですね。ないです、はい、あんまりゴルフしないんですよ。してますよね。で、58と56度ですね。56度、あ、はい、そこはでも2度しか差がないけど、はい、そうです、使うグリーン周り基本的にアプローチは58だけで転がしたり止めたりいろいろと、あと距離の長いバンカーですとかはこれ56で打つんですけど、基本ガードバンカーも58度で、ああ、はいはいはい、50、例えば100ヤードとしたら、100ヤード打つとしたら52でちょっとハーフか56で振るかなんですけど、で56で打つと結構スピンが、うん、ああ効いて戻るから、で52使ってますね。52で115から、ま、100ぐらいの打ち分けてる。じゃあフィッチングが125、30半分、はい、そのぐらいですね。ですね。あとちなみに週にどのぐらい練習してますか。週は最近やっと行き始めて週2ぐらいで、ぐらいですね、その調子をそのまま維持するような感じで、今地元の副分団長をやってる。いける、時間がなくて、ゴルフに咲く時間がない、はい、3月いっぱいで任期が終わるので、あ、それからじゃあ4月からまたちょっと真剣にやろうかなと思ってる、はい、山梨の方、よろしくお願いします。あとは神奈川なんだな、神奈川、あれは、ホームは、ホームは静岡の富士カントリークラブです。富士カントリークラブで、はい、はい、はい、そうです、はい、クラブ対抗があるんで、選手に選ばれるようにちょっと頑張ります。そうですね、いつか決勝で会えるように私も頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ちなみにパターは何をお使いでしたか。パターはプロの LG ですね。プロ、これっていつ、これいつなの、い
つの結構前分かんない日本にあったのかなトゥーロンが出だし女子ツアーが今日一昨年ぐらいから使い出してすごい流行ったんだよね、うん、みんな使って結構前だったあそうそうそう削り出して結構かっこいいですねお気に入りです打感も柔らかいしよく入りますかそう願いたいです ね, ねよく入るパターン欲しいですね、はい、入るパターンなら何でもいいです、はい、でも打感もいいんですよね打感いいです、はい、本当にいいです引っ掛けもないしやっぱり引っ掛けが多い人は L 字使った方がいいですよね引っ掛けの多い人は L 字の方がと思います自分は、はい、はい。ありがとうございます、はい、じゃあクラブ紹介でした、はい、ありがとうございます大きく振ってから大きく振ってここでちっちゃくしてここでこのはいはいでイメージ的にはですけど安定した球を出していくんですよねいや分かんない合ってるのかどうかいやこれで体の回転でこうあでももう見てるとずっと一定の高さの球が出てうんすごいいいかなと思っていやいや羨ましいなと思ってとんでもないとんでもない